皆さん、こんにちは。中塚さゆうやです。こんにちは、金城慎一郎です。 Web3FM は Web3 にまつわることについて分かりやすく伝えたり、ゆるく深掘りする番組です。今回はコインフラというノーコード NFT ジェネレーターのサービスをリリースしたシェアモル株式会社代表取締役斉藤さんにお越しいただき、いろいろお話を聞いていきたいなと思います。斉藤さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。それでは簡単にちょっと自己紹介の方よろしくお願いいたします。はい、了解しました。皆さん、こんにちは。私、シェアモル株式会社の代表を務めさせていただいております斉藤浩介と申します。私の簡単な経歴なんですけども、大学を卒業した後、もともとは人材紹介会社ですとか人材派遣会社に対しての業務効率を行うため、業務効率化を行うためのシステムを12年ぐらい経営しておりまして、で12年経営した後に次元という会社様に、我々のもともと運営していた会社マッチングッド株式会社というんですけども、買い取っていただきまして、でその後1年近くですね、次何しようかなと考えておって、当時中国でピンドドという共同購入のサービスが爆発的に伸びておりましたので、これは日本でももしかしたらうまくいくかもしれないなということで、シェアモル株式会社という会社を2019年の秋口に設立して、その共同購入のビジネスをやっておりました。で、その後共同購入をやっていく中で、海外で NFT が爆発的に流行っていて、で私自身も Discord の NFT のチャンネルいくつか参加したんですけども、熱狂的なんですよね。この NFT は伸びるぞと、この NFT は熱いぞみたいなやり取りがガンガンやり取りされていて、1万ぐらいの NFT がどんどん売れていくと、これまさに共同購入だなと思って、これは共同購入の未来やと思って、こういった軸足もどんどん強めていきたいなということで、昨年の終わりぐらいから仕込みということでコインフラの事業もやり始めているという経歴でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。でも、はい、確かにもうあれですよね、NFT も同じコンセプトだったり、カルチャーだったり、価値観だったり、まあ、そこに共感した人たちが、まあ、そこの共同所有というか、そのチケットみたいなものが、まあ、NFT にもなってると思うんですけれども、みんなで同じ価値観をシェアして購入するみたいなところは、確かにめちゃくちゃ重なる部分ありますよね。はい。なるほど。ちなみに、NFT はいつぐらいから、なんだろうな、キャッチアップし始めたというか、ディスコードとかにも入り始めたのはどのぐらいのタイミングからなんですか？ディスコード始めたのがちょうどソラナが最高値をつけた去年の秋ぐらいから入り始めて、うん、でもう1個や2個とかじゃなくても何十個を結構見ていく中でって感じですね。なるほどですね。ここでもう可能性というか、そこの熱量を感じられて、いや本当すごいんですよ、熱量が。そうですよね。なんか結構最初一番しびれた、NFT のプロジェクトで言うと何かあったりします？斉藤さんの中で。やっぱり有名なお猿さんのやつ、うんうん、まあ、様々ありますけど、はい、そういうのは、はいはいはい、うん、ありましたけど、やっぱりその特定の何か NFT にものすごい興味を持ったっていうよりも、その共同購入の熱量だったりとか、あと私が去年の秋口からこうキャッチアップするとき、当初はNFT イコールデジタルアートみたいな、そういった認識だったよね。はい、で、多分日本でもそういった認識の方は結構多いと思うんですけども、まあ、これ聞かれてる人は違うかもしれませんけども、そのディスコードとか入ってくる中で思ったのは、先ほど金城さんがおっしゃった通り、一種の会員カードみたいな位置づけなんですよね。うん、この NFT を持ってる人は、例えばトークンがもらえるよとか、こんな特典があるよと、NFT マーケットプレイスで割引価格で使えるよみたいな特典があったりとか、まあ、いろんな特典がそれぞれの NFT ごとにあったりするんですけど、これって面白いなと思ったんだよね。で、何が面白いかっていうと、皆さんの財布の中にも現金あるじゃないですか。で、現金以外にもメンバーズカードとかってあったりするじゃないですか。うんうん、 そうですね、そのメンバーズカードが NFT なんだと。単純なオルタナティブ資産としての NFT の価値っていうのは今ものすごい高騰しているように見えますけれども、うん、
まあ、これ落ち着くと思うんですよ、一旦。うんうん、結構投機的な、ところで入ってる人たちも多いですもんね、はい、今、はい。はい、うん。そこのニーズは一旦収束すると思うんですけど、今私が申し上げたその会員カードとしての位置づけの NFT っていうのは多分残り続けるなと。なるほど。で、今からメタバースってなった時に、はい、この NFT っていうのが一種、鍵になるんじゃないかなっていうことで、今から仕込むの面白いかなっていうことでやってるって感じですよね。うん、なるほどですね。まあ、そういった未来が斉藤さんの中でしっかり見えて、そこの事業転換の意思決定をされたという経緯があるということですね。そうですね、はい。なるほど、はい、ありがとうございます。その中で、まあ、今回コインフラのこう事業を始められたと思うんですけども、まあ、改めてちょっとコインフラの事業について、はい、詳しくちょっとさせていただいてもよろしいでしょうか。はい、わかりました。我々は、コインフラという事業を今やっておりまして、そこで何をしているかというと大きく2つのことをやってます。1つは我々コインフラ事業をソラナというブロックチェーン上で行っています。で、まあ、なんでイーサリアムじゃないのかっていうのは、昨年始めたタイミングが終わりぐらいだったので、イーサリアムのサービスっていうのはもう結構出揃ってるような状況だったんです。でただ出揃っていく中でガス代、いわゆるトランザクションフィーがイーサリアム高いよねと。で、それが安いソラナっていうのがあると。で、ソラナのことを調べていくと、やっぱりトランザクション早いし、安い。けれども、なんて言うんでしょう、イーサリアムほどエコシステムが充実してなかったんですね、当時は。なので、そこのエコシステムにうまく関与することができたら、我々のビジネスチャンスもあるんじゃないかというふうに思って、ソラナを選んでっていう感じです、ね。で、意思決定しました。で、将来的には、高額の NFT はイーサリアム。安い NFT はソラナみたいな形で、マーケットが二分化されるんじゃないかという予想を当時は。まあ、ただ、まあ、イーサリアム2がクォーター2に、リリースされるって聞いてるんで、うんうん、まあ、イーサリアム2がどれぐらいの完成とかによるんですけども、はい、そういった、なるほど、ロジックというかアプローチ考え方でのソラナの選定っていうことですね。そう、やっぱり結構僕もいろいろそこの意識ってだいぶ今後に影響するところだと思うんですけれども、はい、もう言ってしまえばどの大陸で家を建てるかというか、どの大陸で生きていくかみたいな意思決定で、おっしゃる通り、確かにイーサリアムとかだともうオープンシーみたいなような、ちょっともう巨人がいる中で戦うのもっていったところもやっぱりあったんですかね、そういったプレイヤーがいるっていうのは。そうですね、プレイヤーがいるっていうのはあったですね。で、マクロで見たときも、はい、JP モルガンとかが出しているレポートによると、2021年の最初は、はい、NFT の市場の 99% がイーサリアムだったんです、うん、ただ2022年、今年の最初にはそれが 80% くらい落ちてて、でその 20% の市場どこが食ってるかというと、やっぱソラナが食ってるんですね。うーん、他のなんていうんでしょう、レイヤー1のなんていうんでしょう、ブロックチェーンというかアバランチだったりとか、うん、カルダノとかもありますけど、そういったところはもう全然で、やっぱりほぼほぼ食ってるところはソラナがシェア占めてたって感じだったんでしたっけ。そこら辺も食べてるとは思います。ただ JP モルガンのレポートによると、うんうん、ソラナがやっぱ大きい割合食べてるってことです、ね、なるほど、なるほど。おっしゃる通り、このもうプラットフォームとプラットフォームというか、まあ、一番下のレイヤーのインフラとしてエコシステムをどう伸ばしていこうかみたいなところも、まあ、そのソラナプロジェクトチームも必死でしょうし、やっぱそこにしっかり乗っていけば、うん、そこのバックアップも得られるだろうというようなやっぱり考えもあったっていうところですかね、今のお話。そうですね、おっしゃる通りですね。彼ら本当に NFT を強化したいなと思ってるの間違いないと思うんで、はい、うん、ちなみになんか結構コミュニケーションとかってされてたりするんですか、ソラナのチームの方々、中の人たちと。ソラナのチームともコミュニケーション取りますし、メタプレックスのコミュニケーションも取りますね。私自身がコードをコミットしたりもしてるんで、はい、ソラナのレポジトリだとか、メタプレックスのレポジトリとか、プッシュしてるんで、その過程でコミュニケーション取ったりとかします。斉藤さんは、すみません、バックグラウンドとしては、もともとエンジニアのプログラマーですね、エンジニアです、はい、私は。なるほどですね。じゃあ、ご自身で、まあ、そこを自体の開発を。なるほど。なるほど。そういったところがあったんです。ちなみに、そうですね、今お話に出たメタプレックスというサービスっていうのは、ちなみになんかソラナとどういう関係性のあるなんかサービスなんでしたっけ。
ソラナからも投資を受けている会社で、先日50億円ですかね、日本円でいうと50億円ほどファンディングしたような会社っていうか、ファンデーションですかね、があって、でそれは、まあ、ソラナとも密接に絡んでますね。ソラナからも出資受けているので。で、ソラナのページにもメタプレックスのリンクが貼ったりしてますので、関係してます。で、どういうツールかというと、これ聞いてる方ご存知かもしれませんけど、はい、NFT を簡単に作れるツールです。ツールなんですけど、コマンド叩かないといけないんで、ノーコードって感じじゃないです。なるほど。開発者向けのツールっていうことなんですね。そうですね。コマンドラインぐらいは扱えないといけないみたいな。そしたら、そういうなんかコンシューマー向けのそういった NFT ジェネレートツールを作るとなったら、やっぱり御社のようなそういったなんて言うんでしょう、プレイヤーというか事業者さんがこういったメタプレックスのツールを使って C 向けに提供していくっていうような流れっていうのは結構あったりするんですか、そういったところで言うと。何社もありますね、うちのようなことをやってる会社っていうのはありますけど、結構高いんですよね、どこの会社も。なるほど。そうですね、1000とか2000とか NFT を作るのに、ソラナコインでいうと6とか9とか12とか取ったりしてますので、まあ、6万とか9万とかですね、今の市場価値でいうと。なるほど、なるほど。でも言ってしまえば、じゃあ、もうこのメタプレックスのインフラだったり、まあ、ソラナのブロックチェーン上に言ってしまえば、もう極端な話、ソラナ版のオープンシーを作るっていったところが、一つのなんか大きなゴール、ビジョンとしてはあったりするんでしょうか。今の状況だと。なんか我々が目標にしているのは、ソラナのオープンシーを作ろうとは今思ってなくて、ソラナのオープンシーみたいなものも結構 出終わってるんですね。ソラナアートだったりとか、ソルシーだったりとか、プリアって結構デジタルアイズとかあって、あんまちょっとそこに入ろうっていうよりは、ただそこって、あれなんですよね、セカンダリーセールスって言われてるんですけども、二次流通なんですよね。ミントされたものを再販するというか、二次流通して売買するっていう、まあオープンシーもそうなんですよね。なんか自分で作った NFT 売ってるように見えますけど、まず自分で自身でミントして、レイジーミンティングっていう機構で、買ったときにそのお金を支払うんで、まあ、それを後にずらすみたいな機構があるんですけども。そういうのなんですよ。だから二次流通って二次流通なんですね、オープンシーも。で、我々はどっちかというと一次流通をやりたい。なるほど、なるほど。ミントさせるためのツールを作りたい。なるほど、もう本当にそういった事業者さん、ブランドさんの、もう自分で、もうそれこそショピファイとかで自分のショップを作れるみたいなような感覚で、自分たちのブランドを持っている事業者さんが、その自分たち自身の NFT ショップを、まあ、簡単に作れるっていうようなツールというイメージですかね。あ、おっしゃるとですね。なので、声かかってくるところも、例えば、ソラナ上でブロックチェーンゲームを作りたいんだと。で、そのためのアイテムを NFT 化したいんだと。一緒なんか組んでやれないかとか、そういう話が多いので、そういうニーズなのかなというふうに思います。ありがとうございます。中田さんから何かありますか？すみません、ちょっと僕ばっかり質問したってあれなんですけど。あ、いえいえ、今後の、まあ、展望というか、これを通して、なんかどういうところをこう目指して、こうやっていきたいなって思っているのかも、ちょっとお伺いしていいですか？はい、わかりました。今後の展望としてはいくつかあるんですけども、大きく分けて3つありまして、で1つ目は、今申し上げたそのノーコードをもっとノーコードにしたいの。誰でも作れるような、誰でも NFT を作れるようなツールにしたい。やっぱりコミュニケーションを取っていく中で感じたのは、メタプレックスのディスコードチャンネルとか、私よく見てるんですけども、エラーが出た、解決できないっていう人、ものすごい多いんですよね。実は最近も知り合いで、メタプレックスで、それこそコインフラさんと同じようなプロダクト作ろうとした方いたんですけども、メタプレックスのバグがひどくても作るのちょっとやめましたっていうような人とかも知り合いに言ったりしましたね、確かに。ああ、そうなんですよね。うん、なんで、私たちはもうメタプレックスのバグも直してやるみたいな感じで、メタプレックスにもコミットしたりとか、本体で使えそうなところは。ノーコードの方向性を強めたいっていうのが1点目ですね。あとは、先ほどちょっと話し上げたんですけども、イーサリアム2がクォーター2にマージされるみたいなので、イーサリアムもちょっと張りたいなと思ってます。このイーサリアム2が出たときに、また新しいサービスが
生まれるっていうことなんですか、それともこうコインフランと何かこうつなげていくような感じなんですかね。つなげていこうかなと思っていて、例えばお猿さんの NFT とかあると思うんですけど、あれって髪の色が違ったりとか背景の色が違ったりとか目の色が違ったりとか、ちょっとした違いで組み合わせでものすごいパターン作ってるんですよね。目が何十通りみたいな、口が何十通りで掛け合わせて何万通りあるっていう万の NFT を売るみたいな、そんなことやってるんですけど、そういうツールも我々作ってるんですよね、このコインインフラの中で。なるほど。もうそれは独自のそういったジェネレーティブなツールをコインインフラの一機能として展開されてるということなんですね。あ、そうなんですよ。せっかくなんで映していいですか。ちょっと見てみたいんだけど、はい、もちろんです。はい、全然大丈夫です。はい、これ、YouTube でも公開するものなので、ですよね。はい、でも見てもらえる人もいると思うので。映させていただきたいです。あ、ぜひぜひ、ありがとうございます。結構こういうジェネレーティブ系、どんどんもっともっと国内でも増えてくると思うんで、なんか普通にめっちゃ需要あると思います。うんうん、ありがとうございます。うん、嬉しい。これを聞いた人で、ご興味ある人がいたら、ぜひお声掛けいただきたいですね。はい、僕らもちょっと、マーケティングの仕事はやってるものの、こう、プログラミングがちょっとわからなくて、NFT 領域、こう、どうこう入ってビジネスにつなげていこうかみたいな人だと、まあ、こういうツールがあると、すごくなんかわかりやすくて、いいね、うん、生成できるので、まあ、いろいろちょっとクライアント提案とか、なんかそういう形はなんかすぐできそうだなっていうところですごくありがたいです。確かに確かに。そうですね。おっしゃる通り。なんか、こんな感じで耳作ったりとか、すごいな、めちゃくちゃ直感的ですね。すごい、すごい。この感じでレイヤーと言われてるものをこう、パターンを入れていくんですよね。ですよね。パターンを入れていけば、その組み合わせで NFT の基礎となる画像ができる。なるほど。こういうものなんですよね。でもこういうの面白いですよね。本当になんかレア度がそれぞれのアイテムにあるんですよね。例えばこの帽子の出現率は 5%、 この背景の出現率は 10%、 でそれがやっぱり少ないパーセンテージの掛け合わせの、はい、画像だったらめちゃくちゃこれレア度高い NFT じゃん、はい、みたいな感じで価値がつくみたいなロジックになってますよね。確かおっしゃるとおりです。おっしゃるとおりです。なんでそれで高くなるっていう、レア度もマーケットプレス上で分かるようになってますよね。アトリビュートを書いてあるんですけど、はい、それですよね。なので、やっぱりそういったところはなかなか、ね、何万体何千体も手動でやるのは結構非現実的なお話なので、やっぱこういったツールとかをもう皆さんも自分たちでプログラム作って生成してたりもするようなので、まあ、こういったツールがあるとだいぶやりやすいですよね。うん、やりやすいと思いますね。で、これでもうジェネなので、かなり本当にノーコードですよね。コマンドを叩いてエラーが出たりとか、ね、あんまり考えなくていいので、なんかもう逆にこのツールだけ切り出してもだいぶなんか盛り上がりそうです。 あると思います。あると思います。イメージありますよね。これあれですよね、これ、うん、ソラナとかってハッシュリップスっていうツールがもともとあるんですよね。初めて聞きました。で、ハッシュリップスアートエンジンっていうこのツールを皆さんダウンロードしてきて、で、今私がノーコードで登録したみたいにこういうパーツを保存してコマンド叩けば10種類ぐらいの NFT 作れるみたいな、そういうサービスがあるんですけども、まあ、これもコマンドラインなんですよね。確かに。なんで GitHub 上でのもあるんですよね。そこもニーズあるっちゃあると思いますね。で、これでパターンを決めてダウンロードすればもうできるって感じなので、まあ、本当にノーコードですね。このレイヤーって何パターンぐらいこうあるんですか？あ、これはですね、レイヤーはユーザー様によってこう決めれる感じなんですよね。何パターンでも。で、この画像の中身も。極端な話も10パターン以上、もうこの要素ってことですよね。武器とか洋服、肌の色、そうですそうです、背景、目の形。背景とかそうです、そうです。そうです、そうです。すごい。いいですね、いいですね。ありがとうございます。いや、もう最近バズってるような NFT は、もう大体この、なんかレア度がどうこうだったりとか、もう今、クローン X だったり、小豆だったり、なんかもうそこら辺がやっぱり、みんなレア度を見て、値段がついてる部分はそうありますよね。なんかナンバリングよりも、そこのレア度の掛け合わせですよね。レア度だと思いますね、今は。はい。ですよね。で、作った画像はあとこう、アップするだけなので、本当に、ソラナに書き込むのも、すべてオンチェーンでできるっていう、そういうサービス。楽しいな。本当ノーコードです、ね。
先ほどちょっとまたお話ちょっとずれちゃうかもですけど、去年のはい、大丈夫です。秋口から、はい。なんでしょう、ディスコードだったリサーチとかを始めて、それこそ伺ってたのが、12月から開発を始めて、でも2月の本当に頭にリリースをされたということで、もう実質2ヶ月経ってないぐらいの開今、ちょ発期うど間2でヶ月くらいですかね。すよちょうね。ど2ヶ月目ですね。はい。でも、ゼロから、それこそ、そういうソラナの、システムだったり、ブロックチェーンの、そういった実績経験だったりもない中で、もうそこのキャッチアップゼロから始めての2ヶ月ですか？あ、いや、そういうわけじゃないですね。キャッチアップ自体、その調査自体は、ソラナが盛り上がった秋口ぐらいから調査したりとか、ディスコードチャンネルに入ったりとか、技術的な調査みたいなことは、ちょこちょこ進めていたので、でも、実際にそれでこう、も、こいつまあ、のコー10ドを月と書きか。始めたのが2ヶ月前って感じですね。なるほど。あ、それも10でも、月ぐらいですかね。それはそうです10ね。月ぐらいからですよね。このスピード感、もう、えぐいというか、すごいというか、素晴らしいですね。全然です。もう、年末年始もずっと斎藤さんはコード書いてたと、ちょっと伺ってました。いや、もう私だけじゃないですね。もう、結構他みのんメンなバーも、やっ歌てで。ましたけどね。本当に申し訳ない話ですけど。あんいまや、り、令和の時代に声大にして言えないですけど。もうこの領域はもう本当に今がっつりやっぱりポジション取るというか飛び込まないと、スピード感も速い領域ですので、やっぱりもう代表の斉藤さん含め、技術者のメンバーが多いと、めちゃくちゃやっぱスピード感持てて羨ましいなと思ってた次第です。いえいえ、そのことないです。本当にもっと頑張らないといけないと思いますけど。そうですね。ありがとうございます。ちょっとこちら話こそ、ありずがれとちゃいましたけれども、今このジェネレーティブなツールだったり、こういったものを今後は、イーサリアム2、イーサ2の方にも使えるようにしていく。今、オンチェーンでソラナ上にアップロードできるようにっていうお話でしたけれども、イーサリアムにも、このフロントというか、側を提供して、裏側はイーサにつなぐみたいなような感じで考えてるんですか？まさにおっしゃってる通りで、先ほどお見せした、その鼻とか口とかパーツを作って画像を生成するっていうところまでは、実はソラナもイーサリアムも同じなんですよね。そうなんでで、すよそこね。はそうで使すいよ回ね。せると。で、そこから書き込むところですね。チェーンに書き込むところだけが違うので、で、そこだけ分岐させればいいというところを作ろうかなというような。すみません。先ほどの質問への回答はそういう回答になるんですけども、ちょっと長くなっちゃいました。宣伝したい気持ちが勝っちゃいました。いいよ。普通にもめちゃくちゃ、イーサ2のお話とかもすごい個人的に気になっていて、イーサ2の今後デプロイが Q2 から始めるということだと思うんですけれども、やっぱり基本的にはガス代が下がるっていうところが一番のなんか大きな違いになるっていう認識で大丈夫でしたっけ？なんか他にどんな特徴があるんでしたっけ？その認識で大丈夫だと思います。内部のコンセンサスはプルオフワークからプルオフステークに変わるんですけども、それは内部の話で、彼らの公式アナウンスを見る限りは、現状の想定としては、ユーザーサイドから見たときには全く変わらないような形でリリースするみたいな話になってるんで、イーサリアム2っていう名前もやめようかっていう話になってますからね、今。そのままイーサで行こうかっていう。なるほど。ネーミングなんですけど、はい。確かに。そこもなんか紛らわしくなってもっていうところですからね。ありがとうございます。でしたら、じゃあ、なんて言うんでしょう、新しいイーサリアムの方に、なんていうか、書き込めるというか、オンチェーンで、情報をアップデートできるような、つなぎ込みまで展開を、展望が直近では考えられているというところで、理解いたしました。ありがとうございます。じゃあ、こう、今2つ、そうですね。挙げられたと思うんですけど、3つ目もお伺いしてもいいですか？はい、了解いたしました。で、3つ目は、もともとソラナが、日本では買えなかったので、海外市場からスタートしてるんですけども、直近でリキッドという、取引所でソラナが買えるようになったりとか、ソラナも直々日本でもどんどんいろんな取引所で買えるようになると思います。そうすると、日本でもソラナが使われるようになるので、日本の方々にも、我々の先ほどお見せしたコインフラというツールを使って、IP だとかアセットを NFT 化して、その NFT を海外に売っていくっていうことに、我々と一緒にチャレンジしてほしいなっていうふうに思っていて、で、その時にはぜひちょっと我々のツール使って NFT 化するとか、やってみていただけるといいなというふうに思ってます。なるほど。そうなると、海外をターゲットした日本の企業さんがいると、斉藤さんにこうつなげていくと、それが
ビジネスにこう発信できていくような感じなんですかね。はい、それでもいいですし、もちろん日本の人たちに NFT を売りたいという人たちでも、ね、うんうん、それはそれでいいと思うんですけど、こういうサービスってあまり国境がないので、うんうん、NFT 化したのであれば、オープンシーとか、そうですよね。そうだな、アートとか。うんうん、なるほど、なるほど。リストするといいんじゃないかなというふうに思います。なるほど。実際今、あ、どうぞどうぞ。あ、どうぞ、大丈夫ですよ、どうぞ。あ、今、実際、こう、サイト、はい、コインフラのこうサイト見ると、まあ、英語でこう表記されているのかなと思うんですけども、これは、はい、まあ、最初からこうグローバルにこうターゲットにおいてこう展開されているっていうところが、意味が強いんですかね。そうですね。去年初めの時には、ソラナが日本では上場してなかったので、まずは海外でターゲットにやっていこうということで、英語にして、海外でやってます。はい、実際どうですかね、こう反応というか、ユーザーからの反応ですよね、うんうん。ですね、現状ではやっぱり NFT を作りたいというニーズはすごい強いので、会員登録して実際使ってもらえるっていうところは突破してるかなというふうに思います。で、そこに対して課金をするっていうのがまだ現状を突破できないところで、次のステップとしては課金ユーザーを増やしていくっていうステップになるのかなというふうに思ってます。もう買い手っていうことですよね。買い手を集めていく。買い手が。そうですね。買い手集めていく。このツールに対してお金を支払ってもらうユーザーを増やすっていう、コインフラに対してですね。あ、でもそれはじゃあ発行体というか NFT を発行するなんだクリエイター側が課金というイメージですかね、そのアプローチで言うと。あ、はい、現状はそういう SaaS みたいなやり方を考えてまして、うんうん、なるほどなるほど。そうか、もう集客自体はそのクリエイターさんがこの作品作ったから買ってくださいっていうような形で、買い手自体はもうクリエイターさんだったり事業者さんが集めていくっていうようなもう仕組みですもんね、確かに。現状そうですね、はい、うん、ただまあそこマッチングしていくっていうのもあると思うんですけどね、将来的には、うん、現状そこやってない、うん、ちなみに英語で海外のユーザーをメインにっていったところでスタートされてると思うんですが、ちょっと僕自身もまだまだ課題だらけなので、ちょっといろいろ情報交換もさせてもらえたらなと思うんですけど、どうでしょう、海外に対してのアプローチだったりマーケティングっていうのはなんか今どんなアクションをされてそういうユーザーを集められてたりするんですか、今直近では。やっぱこれもう本当にいろんなことやってまして、例えば SNS とか、うん、Discord とか、うん、そういうのを使ってこうどんどん声かけてるって感じですよね。もう情報発信をしながらですよね、自分たちで。例えばうちみたいなツールで言うと、メタプレックスで困ってる人に直接声かけたりしてますね、今。初期段階なんで、ビジネスの。なるほど。だったらTwitterで困ってるみたいな。メタプレックスとかで検索したり、ディスコードのコミュニティとかで。そういうことです。ディスコードが多いですかね、やっぱり。メタプレックスのエラーとか言ってるの。あ、こんなツールあるからこれ使ったら、サンキューみたいな。そういう。なるほど、なるほど。一本釣りみたいなマーク。なんかこう、もうマスマークみたいな。ですけども、見ていきながら、ずっと張り付きながらっていう感じですね。コミュニティは1日1回、ちょっと見て回ってみたいな、ね。今はもう N1 を深くするってフェーズなんで、うん、N1 のこうニーズをこうディープにしていく。でそれ、が固まったらこう広げていけると思うんですけど、まだまあ、こうしっかり深めていきたいなと思います。なんですね。でも結構同じような形だと思います。僕らもこのいろんな DAO の情報を紹介するような、まあ、DAO 版の中求人サイトみたいなのもちょっと試行してたりもするので、うん、まあ、この DAO の、 ファウンダーの方だったりとかコミュニティの中で、一応あなたたちのページちょっと僕たち作ってみたんだけど、なんかアップデートする内容あったら教えてくださいよみたいな感じで声かけて、で、まあわよくばその人にシェアしてもらったりとか、コミュニティでポストしてもらえたらいいなっていうのを、ちょっとまた案にそれも伝えていきながら、もう一人一人にダイレクトにコミュニケーションしてるっていうような形ですね。確かに僕はやっぱツイッター、ディスコードとか多いんですか？そうです。ディスコードで最初やってたんですけど、ちょっとディスコードはちょっとスパムっぽくなっちゃうなっていうのがあって、コミュニティの中で自分たちのリンクを貼って、こんなのやったんですけどっていうのも、まあ、ぶっちゃけ、まあ、意図としてはやっぱりスパムと同じような、なんか攻め方なので、実際、うん、見え方はあれだとしても本質としては、確かに、うん、ちょっとそこやってみたらちょっとなんか微妙だなっていうのを感じて、ね、今はツイッターのもうファウンダーに直接リプライをしてっていうような形にはしてますね、うん、まあそれも、あ、いいですね、はい、若干あれかもしれないですけど、そうです、結構まあ返信とかも来たりとかしてっていうところで、あ、いいですね、やってます、ね、じゃあマスに対してなんかやってるわけじゃないですね、まだ。あ、そうですね。例えば、
SNS 広告を打ったりとか、そういうことは。あ、そうですね、ここまでは。それで直近でキャンペーンの展開も考えてたりはしていてですね、ちょっと僕から話になっちゃうんですけど、まあそういういろんな、はい、いろんな DAO のやっぱり掲載してるので、その、はい、なんていうんでしょうね、DAO の好きな DAO をツイートしてくれたら、はい、そのトークンを1イーサ分、まあ、抽選であげますよ、みたいな。あ、面白い。まあ、ちょっと元手が出ちゃうんですけれども、まあその、いろんなやっぱりトークン発行してるじゃないですか。まあその、うん、私はこのプロジェクトが好きです、なるならっていうのを、うん、あの、サイトの、ユアズダウのサイトのリンクをツイートしてくれたら抽選でみたいなような、ギブアワイキャンよくあるギブアワイキャンペーンの、まあちょっと最適化バージョンみたいな感じですね。面白いですね。そういったのも結構今ホワイトリスト系のやつとか もうめちゃくちゃなんかもう僕も低レベルでめっちゃもういろんなところがやってるなって思って気になっては見てるんですけど、どうですホワイトリストめちゃくちゃですよね。あれすごいですよね、うん、エアドロップとかも、まあ、トークンからのエアドロップもありますし、NFT の、ね、エアドロップみたいなのもギブアウェイみたいなよくあるんで、うんうん、まあ、そこは、まあ、効果あるのかなと思いますけどね、うん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 。なんか NFT 系のプロジェクトだと、そういうホワイトリストを欲しかったら、リツイートしてくださいねとか、なんかそういうギブアウェイするからリツイートくださいねとか、なんか結構、今だからこそバチッとはまりそうな気もしますけど、ちょっともう少ししたら、結構もう、なんのためにリツイートしたんだろうというか、あのキャンペーンも単純な、うん、なんだろうな、もうあれじゃんみたいな、微妙なキャンペーンじゃんみたいな、なり得る感じも若干あるので、なんかもう変えるうちにっていうのは、若干感じたりはしますけど、ね。確かに。そうですね。あ、ちなみに、あの、中塚さんに補足しますと、まあ、もうあれだと思う、今、NFT を買う権利自体が、なんか売買されてるぐらい、なんかいかにイケてるプロジェクトに一番早くお金つかもうか、みたいなところにアンテナ張ってる人たちがもう世界中にめちゃくちゃいて、で、それで早く買う権利をホワイトリストみたいな感じで言うんですけど、ホワイトリストに入りたかったら、このツイートをリツイートして、友達3人を、ここにメンションをして、フォローしてください、みたいなような、もう完全にもう、バイラルマーケティングみたいなのが、もう、至るところで今、行われてるっていうような、今、背景があったりしますね。それこそ、池早さんとか、それで1万人フォロワー1日で増えたみたいですからね。そういった、ホワイトリストキャンペーンを、人気のキャンペーンをやられていて、それもオープンに行ってるところなので、あれなんですけど。そうめちゃくちゃすごいなと思って。すごいですね。結構でもやっぱりあと海外フォロワーももちろん半分近くというか、ちょっとどれだけ、なんていう本質的なフォロワー、ボットもいると思うので、あれではあるんですけど、うん、やっぱり海外フォロワーがすごい増えるっておっしゃってましたので、面白い。海外に、はい、リーチしていくためのマーケティングとしては、非常に有効かつ、今が一番ホットなマーケティングショーだと思うので、もう僕らとしてもやっぱりアクセスをいかにやっぱり集めるかみたいなところ、もうやっぱりもう01なので、もう手段を、まあある程度ちゃんと選定はしますけれども、手段を問わずできることは何でもやるっていうのはやっぱりスタンドアップというか01はあれだと思うので、ちょっと今僕らもその方向性でのギブアワーキャンペーンを今考えていたっていうところですね。はい。ありがとうございます。はい。そう今とかだと、ちなみにちょっとまたお話の軸変わりますけど、とはいっても今、ソラナのプラットフォームで の,、はい、事業だったりすると思うんですが、イメージとしてはどんな理想的なユーザー層としては、どういったような人たちにコインフラを使ってもらいたいなと思ってたりするんですか。やはり先ほどちらっとお話出ましたけど、私の現状の予想は NFT のマーケットが二分化されると思っていて、高価格帯のイーサリアム、低価格帯のソラナ、になると思っていると。で、安い NFT をもっと売りたいよね、手軽にっていう人に入ってきてほしいですよね。なるほど。もう、そうですね。今、活動してみてほしいなっていう。確かに。もう数千円払って買うみたいなのも、ちょっともうバカらしいよね、みたいなような。そうです、そうです。ところを持ってる人たちに対してってことですよね。100円しないですから、まあ、どんだけ作るかによりますけど。だから、それを買う場所、発行する場所も買う場所も、基本的にはコインフラの上で発行自体もできるし、購入することもできるしっていう認識で大丈夫ですか。はい、大丈夫です。一時流通のツールなので、うん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 、売るっていうところまでできます。で、買った人が買った後、それを、我々はソラナので、オープンシーではないですけれども、ソラナとかデジタルアイズとか、二次流通のマーケットプレイスに販売していくということもできる。できるということですね。なるほど、なるほど。ありがとうございます。しっかりな、僕もソラナ後で一度購入したことあるんですけれども、もうだいぶ
ガス代も安くて、はい、使いやすかったので、もっともっとソラナ系の NFT もなんか追っていきたいなと思って見ていたところだったので、なんかもっともっと跳ねるようなプロジェクトもどんどん出てきそうですよね、ソラナの中で。そうですね、出てくると思いますけどね、うん、はい、うんうん。ちなみになんか純粋なちょっと今、自分で言ってて、例えばなんかあるんだっけって思ったんですけど、なんか有名どころとかってなんかあったりするんでしたっけ、ソラナの中での。ソラナ版のなんかクリプトパンクスとか、あのベイシーみたいな。なんか同じようなお猿さんのやつはもう、完全にもうそこから持ってきてるよねみたいなプロジェクトはいくつかあるとは思うんですけれども、なんかソラナ版のいけてるプロジェクトといえばこれみたいなのってなんか業界であったりするんですか、業界というかソラナ界隈の人たちの中で盛り上がってるプロジェクトみたいな。いや、パンクスとかが結構売れてますよね、ソラナの NFT でも。ソラナパンクスって言うんですけど、はい。なるほど、もうあれは。っていうのが多い、今は。なるほどですね、確かに。もうそこの、あれですよね、なんか、インスパイア版。でもあれは関係ないですよね、ラルバラボさんのプロジェクトではないですよね。あ、違います、違います、違います。違いますよね、違いますよね。違います。なるほど。うんうん、了解です、了解です。なるほどですね。うんうん、今、まあ、僕みたいな、こう、まだ Web3 領域のペーペーな人間からすると、今、こう、日本の企業で結構、こう、NFT の授業をこう始めましたみたいな、こう、言ってる企業さんが増えてきたなっていうところが、メジャーあるんですけど、なんかそこの、今、やってる授業と、コインフラの、こう、なんか違いみたいなとか、そこの、こう、ちゃんとこう違いが認識できるようになっていくためには、なんかどうしたらいいのかなっていうふうに思っていて、はい、もう NFT のこう一言だと、もうなんか、あ、NFT 暗号資産だみたいな形あるんですけど、ね、はい、ビザ見るとこうプラットフォーム内のこう NFT だったみたいなこととか、なんかそういうこともなんか起きてきそうだなと思っていて、はい、そこでこうなんかどうやったらこうなんか間違えないようにするというか、なんかそういうところもちょっとこうアドバイスとかいただければ嬉しいなと思っています。プラットフォーム内の NFT だったっていうのは、すみません。どういった意味でしたっけ？あ、そうですね。なんか NFT っていう言葉だけ聞いて、うん、その後とかイーサリアムのこう上でのものなのか、はい、それともこうプラットフォーム内の、例えば楽天とか、LINE とか GM とか、そういうところがこう始めている NFT との違いみたいな、はいはいはい、なんかそういうなんか違いがこう、一般の人からすると NFT っていう言葉だけで、そういうことですね。すごく間違ってというか、同じようなこう感覚でしてしまうこともあるんですけど、ね。クローズドなチェーンの中だけで買ったけど、全然オープンシーンに出品できないじゃん、みたいなのは、うん、なんかうん、まだまだありえそうですよね、確かに。うんうん、そこら辺のイーサリアムとか、うん、ソラナとかに乗っかってるチェーンかどうかを確認した方がいいかなとは思いますよね。独自チェーンで動いてたら、まあ、それは、普通に、A 買ってんのと同じですからね。そうですよね。デジタル、その会社からもデジタルとかでも同じなんで。そうですよね。まあその中でまた二次ルートできるとしても、めっちゃマーケットちっちゃいみたいな感じになっちゃいます。うん、そうですね。うん、そうですね。うん、これは一企業内で流通させていくのか、それともこう全世界で流通させていくかのなんか違いがあるようなイメージですかね。ソラナと楽天だったら楽天の企業内の。で、こう、流通させていくっていうところと、イーサリアムとか、ソラナだったら、まあ、全世界、まあ、グローバルでも、どんどん、こう、流通させていける、NFT が作っていけるようなイメージですかね。ちょっとですね、楽天の NFT がどういう仕組みなのか、すみません、不勉強で存じ上げないんですね。存じ上げないんですけど、イーサリアムの上で動くようなものなのであれば、オープンシーと競合するようなマーケットプレイスだと思いますので、オープンシーでやるのか、楽天でやるのかっていうのは、皆さんが見られた方がいいと思うのは手数料ですよね。例えばオープンシーは 2.5% なんです。で、楽天がどういうパーセンテージであるのか存じ上げないんですけども、そこら辺のパーセンテージを比較されるのがよろしいかと思います。あとはユーザー数が全然違うので、オープンシーの方が早く売買できるんじゃないかなと思うんですけど、楽天はもともとの経済圏がありますので、ユーザーどれぐらい確保できるかとかいうのはやってみないと分かんないところなので、そこら辺のユーザー数の違い、手数料の違いとかを比較されてよろしいかなと思いますね。ああ、なるほど。でも独自チェーン上で動くなったらまた違う話なんで、さっきおっしゃった通り、うんうん、楽天独自チェーンみたいな、うんうんうん、動くものだったらまた違う話なので、それで言うと、そこの方向性で言うと、一つなんかワークしてるところで言うと、やっぱり NBA トップショットとかの、あのフローとかに関しては、
あれもすみません、ちょっとあの伺えればと思うんですが、あのフローの NBA トップショットも、あの中でしか売買はできないものですよね。ああいったものはオープンシーとかでは売れないですよね、フローで作られている NFT というのは。そうですね、はい。そうですよね。だから、だからまあ、あの中で十分なユーザー数がいれば、そこの中でも、なんだろうな、あの値上がりというか利益が出せる。それこそメルカリとかもこのフローの技術を使ってあのパリーグでしたっけ、そこのトレーディングカードとかもやるとは言ってましたけど。はい、ですよね。でもまあやっぱりさっきの中塚さんのところの回答とすると、まあ、その中だけでコミットしたかったらいいかもですけど、まあ、拡張性はありませんよみたいなようなところになるのかなっていうところですよね。だからもう正直なんていうんでしょう、大陸、イーサリアムとかソラナっていうのは大陸みたいなものなので、その大陸の中であればいくらでも売買したりはできるんですけど、こういった、まあ、楽天とかメルカリとかフローチェーンの上でやるっていうのは、もう大陸の中のさらに一つの土地の中だけでやるみたいなような勝負なのかなと思うので、まあ、どうせだったらなんか大陸で戦った方が拡張性あるんじゃねみたいなような話になりますよね、そこの選定っていうと。なるほど、ありがとうございます。はい、ちなみになんか、なんていうんでしょう、もう今のお話、ご質問にもう少し踏み込んだところで言うと、なんか一番どういったようなところを、やっぱり、なんていう、独自性というか、優位性みたいなようなところ、同じようなやっぱり NFT の生成サービスみたいなのがある中で、コインフラワーさんとして、どこをしていきたいって、今、考えてますか？ですね、現状、うん、はい、イーサリアムと違ってソラナに集中している理由は、先ほど申し上げたガス代のところですと。なるほど。で、ソラナの中でも確かにツールあるんですね。ツールあるんですけど、うん、さっきご紹介した、はい、その画像を作るならハッシュリップスっていうのを使って、うん、画像を作った後、NFT 化する、要はオンチェーンに書き込むのはメタプレックスを使っ てツールが分かれてるんです。で、我々は、うん、ワンプラットフォームで、あまりあっち行ったりこっち行ったりせずに、ノンエンジニアでも簡単に NFT が作れるっていうところに、なんていうんでしょう、主軸を置いて開発を進めてますので、そこを強みにしていきたいなと思ってます。なるほどね。っていう動きがマスアダプションにつながるかなと思ってます。もう本当にクリエイターさんたちの中で、もっと簡単に、かつクリエイティブなもの、かつ安く NFT 出すのであれば、なんかイーサリアムで、オープンシーで出すよりも、まあ、ソラナ上で出した方が、なんか今っぽいよね、みたいな。なんかソラナってクールだよね、みたいな雰囲気がもっともっと NFT 系のなんかクリエイターさんになんか浸透してくる。そのマスのボトムアップっていったのもなんか重要になってきそうですね、これから。その方向性だと。そうですね。そうですね。そうですね。ソラナいいですよね。僕もやっぱりなんか独自の技術、なんかプルーフオブヒストリーみたいなような、やっぱり独自の発明もあると思ってます。はい、やっぱそういったのを調べると、やっぱ他のなんか、レイヤー1のブロックチェーンのライバル、なんかイーサリアムのライバルみたいなところとかも見てはいるんですけど、やっぱまあソラナが頭一つ抜きに出てるなっていうのはやっぱり感じるところですので、どこまでなんか伸びるか、個人的にもすごい楽しみにしてますね。今落ちちゃっていますけどね。でも長期的に見たら、いいポジションになるんじゃないかなと思いますけどね。ちなみになんか先ほどちょっとちらっとあのバリデーターもされてると伺ってたんですけど、はい、具体的になんか どういったようなことをされてるんでしょうか。なんか改めて聞いてる方もバリデーターとはみたいな人もいると思うので、なんか簡単に教えていただいてもよろしいですか。あ、了解しました。ですね。はい。せっかくですので、ちょっと映しながら。あ、見てみたいです。実際になんかどういうふうななんか、概念としては僕自身も理解してるんですけど、なんか具体的ななんか、はい、アクションというか、そのステーキング、プルーフオブステークのなんかマイニング、プルーフオブワークだったら、だいぶイメージはつくんですけど、プルーフオブステークのなんか、あんまりなんか 見たことがないというか、イメージがしづらいなっていうのもあったので。うん、ですよね。これ、なかなかイメージしづらいところなんですよね。で、うん、何かっていうと、バリデーター、はい、例えばソラナでいうと1521バリデーターがいて、そのうちの1が我々なんですけど、うん、これ、何をやってるかっていうと、はい、プルーフオブワークの仕組みは、これ聞いてる方でしたらもう社会説法かもしれませんけれども、計算しますと、うん。ノンスっていう数字をちょっとずつずらしていって、うんうん、こう何回も何回も計算して、ある一定の数字、うん、ターゲットって言ったりするんですけど、ターゲットの数字より下だったら OK みたいな。ブロック作れるみたいな。なるほど。それがプルーフオブワークですね、はい。計算をいっぱいして、ターゲットより小さい数字を作るみたいなことをやってると。それが投票なんですね。うん、
ターゲットより小さい数字を作れた人が投票できる、投票権を持つ。ボート。総合よりも早くそれを計算式を解く。先着の人が投票できるっていうことですね。そうですね。はい。それでもう電気代をゴリゴリに使って、もうマシンパワーでっていうことですよね。はい。ディフィカルティって言うんですけど、難易度がどんどん上がってるんですね。ターゲットの値が小さくなれば小さくなるほど、それよりも小さい値って作りづらくなる。なるほど。電気代どんどん食っちゃうっていう、その話なんです。ありがとうございます。はい。だいぶなんかイメージは分かりました。はい。ありがとうございます。で、プルーフオブステークは、その投票のやり方が違うんです、ね。投票のやり方が、計算してターゲットより小さくなるっていうやり方じゃなくて、ステーキングっていう言葉、まあ皆さん聞いたことあると思うんですけど、ステーキングたくさんされてる人が偉いと、うん、投票権をたくさん持つという感じなんですね、簡単に言うと。これがプルーフオブステークです、うん。で、今ここに書いてある1521のバリデータがいて、うん、ステーキング、要はソラナコインをたくさん預けられてるバリデータが投票権をたくさん持つというようなやり方なんですね。これだとでもあれですよね。持ってる割合はそんな変わらないと思うので、なんだろう、もう上位数バリデータさんだけしか勝たないみたいな世界戦に、まあ普通の発想だったらなると思うんですけど、どういう感じでそこの勝負がされてるんでしたっけ、はい、バリデータ同士の、ね、はい。そういう世界戦には、まずなってないんですね、うん、結論から言うと。で、そこの理由が面白くて、はい、でそこの理由が分散化にあるんですね。はい、どういうことかというと、うんうん、これ、ソラナビーチっていう今、サイトのバリエーターリストをお見せしてるんですけど、1529。はい、まあ、若干ちょっと先ほどのページと数値違いますけど、うん、まあ、大体こんなもんがバリエーターの総数です。なで、トップ19で 33.5% ステーキングを持ってるんですね。なんで、投票権が3分の1が19いると。なるほど、なるほど、うんうん、で。そうするとですね、この19人が共謀、要は、よからぬ高波をすると乗っ取れるんですよね。うんうんうん、自分たちの好きな方向にトランザクションをやっていけるっていうことですよね。はい、おっしゃるとおりです。おっしゃるとおりです。そういうことです。うんうん、なので、ソラナのネットワーク自体をより強いものにするためには、できるだけ投票権をいろんな人が持ってた方がいいということになる。うんうんうん、なので、あまり固まっていかないですね、うんうんうん。そういう意味で。固めれば固めるほど弱くなるんです、ネットワークが、うんうん。上に固めれば固めるほど。うんうん、なんで、ここにも書いてますよね。できるだけ下にデリゲートしててみたいな。はいはいはい、要はステーキングをこう渡すことをこうデリゲートしてるんですけど。なるほど。なるほど。っていう書いてあるの。そういうことなんですね。なるほど、なるほど、あ。ちなみにこの真ん中の方に 33.5% が1位から19のところにありますけど、はい、それよりも下のところの方がなんか割合多いのはどういった見方なんでしたっけ、なんか。あ、この 34.5 ですか。はい。あ、これ累計です。というのは累1位から19位までが 33.5% 持ってます、うんうん。で、1位から20位までが 34.5% 持ってます。ああ、累計、あ、失礼しました。そういうことですね。なるほど。1位から20位までが 35.5% ああ、そういうことですね。ううす、なるほど、なるほど、なるほど。なるほど。なので、この20位以下の方に、このデリゲートをしてもらうような、した方が、いいですよ、メリットありますよ、みたいなような、なんて言うんでしょうね、世界観になっている。っていう感じの理解で大丈夫ですか？企めないので、うん、ということですね、うんうん。じゃあどうやって皆さん選んでるかというと、たくさんステーキングされているバリデータではなくて、こういうサイトがソラナでは有名なんですけども、うんうん、はい、ステークビュードットアップっていうところで、これ APY って収益率ですね、うんうんうん。収益率が高いバリデータにステーキングした方が儲かるので、こういうところから皆さん選んでると。なるほどですな。だからこれはたくさんステーキングしている、まあ大手の大きいバリデーターさんとかよりも小さいところの方がリスクが高いから、その分収益率がこの高くなるっていうような概念で よかったでしたっけ？ですね、それもあるんですかもしれませんけど、どっちかというとこう、性能ですね。なるほど。バリデーターの性能、うん、ちゃんと動いてるかとか、サーバーが止まってないかとか、うん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 、そういうところで変わってきます。なるほど、なるほど。だからまあ、小さいというか、ければ小さいほどいいってわけでもなく、ちゃんとシステムとして、ちゃんとしたところがやってるバリデータ、ちゃんとした事業者さんなのかっていうところもちゃんと見てるというところですね。おっしゃるとおりです。うん、うち36位なので、ぜひちょっと応援してほしいっていう感じです。すごいですよ。これ何社中結構でもいますよ。あ、でもさっきは1500です。はい、1500ですね。これぐらいです。1500の中で36位ってだいぶすごい、めちゃくちゃすごい。上2%ぐらいです。でこれもうちょっと上がる予定なんで。
今。すごいですね。やってるところだね。そうです。これバリデーターに参加するためには、なんか具体的にどんな、なんか手順で参加ができるんですか？僕もバリデーターの授業やりたいみたいなような人がいるとしたら。あ、それは、ですね、どういう手順になるかというと、まず、サーバーが必要なんですね。で、はい、サーバーが必要で、ここのドキュメント見ながらコマンドを叩いて、うん、バリデーターをインストールしていくっていう作業になります。もうその、もうチェーンを全部自分たちのローカルに落として、そこでなんか再現していきながらみたいなような感じでしたっけ、確か。そうですね。ソラナの場合は、チェーン、台帳ですね、レジャーは分散して持つ形になります。で、最大500ギガまで持つとか、設定ができるようになってるんですけども、うんうん、その設定をして分散してレジャーを持つ。だから全部レジャーを持つってわけじゃないです。なるほど。あ、なるほど、なるほど。でもある程度のステーキングというか、コインというか、ソルコインを保有してる必要はあるっていうことですか、自分たち。ありますね。なるほど。最低、これ以上のものがないと、まあ、リテラーとしては認められませんよ、みたいなのがあるということですね。ソラナの、これ、早いって言ったじゃないですか、安いって言ったじゃないですか。はいはい。それ、どこにしわ寄せが来てるかっていうと、バリデータにしわ寄せが来てるんですよね。あ、私があんまりないっていうことですか、つまり。あ、それもありますし、これ、ハードウェアが結構、10倍近く、いいハードウェア用意しなきゃいけないんですよ。なるほど。コア12コアとか、メモリ128ギガとか。なるほど。こんなパソコン普通使わないじゃないですか。あ、10倍っていうのはパソコンとかできないですよね。そうですね。普段使いの、マシンの10倍ということですね。はい、あ、そうです、そうです。あとは、イーサリアムで必要なマシンの10倍近くですね。はい、私の中で。そうなんですね。なるほど。なんで、結構ここのハードル高いなと思ってるんですよ。はい、確かに、確かに、確かに。だからバリデータがどんどん増えない。なるほど、なるほど、なるほど。だから中央集権に言われるみたいな。ああ、はい、はい。ここがネックだと思ってるんですよね。バリデーターが。なるほど。あ、そこで、それを、その高速さが実現できている要因の大きな部分として、もうバリデーターさんたちのこの努力。そうです。すごい努力にあるんです。そうです。マシンのスペックが異様に高いから速いだけっていうのが私の見解です。なるほど。イーサリアムの10倍はなかなか、僕も初めて知ったというか驚きのスペック要求だなと、なるほど、すみません、また止まったようですね。いやいやいや、いや、すごい、そういう理由があったんですね。いや、なんかすごいな。やってみるといろいろね、気づくことがあるんで面白いですよね。いや、ここのまあ、なんかこう、多分こういろんな人に聞きながらとか勉強しながらこう進めていったと思うんですけど、はい、なんかどうやってこういう情報とか、ここにやっていこうって、もう思ってこうやってきたんですか？このバリデータを立ち上げる過程について情報共有を皆さんにさせてもらうと、ディスコードが私は良かったです。ディスコードでもういろんな人に絡みました。結構やっぱ答えてくれるんですよ。英語でですよね。まあ当たり前ですけど、基本は。英語ですけど。はい、ソラナのコミュニティで。はい。Google 翻訳とかで翻訳した文章をリアルタイムで喋るわけじゃないんで、うん、そうですよね。コピペでいいかなと思いますけど。はいはいはい。いいですね。あ、でもソラナをここまでバリデーターまでされてるとは驚きでした。びっくりしました。しかも36位という、だいぶ上位の。もっと頑張りたいですね。ここもうちょっとハックできそうなんですよね。バリデータのコードをいじると、もうちょっと早くなるってことを気づいて最近。はい、そこをちょっと今頑張っていじろうかなと。あ、それ僕が持ってるあのソルコインをじゃあ預かってもらうっていうことになるってことですよね、つまり。そうですね。したら年間こんだけ増やします。はい、増やしてますってことですよね。銀行に預けるよりいいでしょ。はい、まあ、6.42%。はい。そうです、年利ですかね。はい、年利で 6.42% というところで。じゃあ、ソラナちょっと買うんで、やります。そうですよ。ありがとうございます。そう、中塚さんもまだそのステーキングだったり、レンディングはまだやったことないというところなので。本当ですか、なんかぜひ、一回やるとなんか感覚つかめるんで。つかめますよね。なんか、こういうことね、みたいな。結構難しそうなイメージ、DeFi ありますけど、なんか全然。ウォレットってこうなんだとか。うんうんうん、なんかそういうところの勉強なので、もしこれ聞かれてる方でも、触ったことない人がいれば、一通り触ると、ものすごい理解が深まるかなと思います。いや、ガス代安いっていうのも魅力ですね。なんかこう、初めてチャレンジする側からすると。お金がそんなにこうかからないっていうのはありがたいです。
なんかイーサリアムもポリゴンっていうレイヤー2のチェーンがあって、確かにポリゴンだとイーサリアムよりはものすごい安かったりするので、結構オープンシーとかポリゴンで NFT 出したりしてる人たち多いんですけども、まあそれいいんですけど、ポリゴンよりも安いんで、ソラナの方が。うん。結構魅力的かなと思います、ね。面白いね。トランザクションフィーだったり、速さとかももうイーサリアムの何百倍何千倍とかっていうような数字にそうなってる、あれも 見たことあるので、すごいなと思って。ちなみに結構もうソラナにある程度ベットされてる、まあこれからイーサ2の方にもある程度あの開発も進めていくとは思うんですけど、ソラナについてもう少し深掘りしていくと、はい、なんかどのような、なんだろうな、あのソラナの未来というか、展望というか、ここにベットしていくことによって、なんかどういったようなところをなんか信じてるのかな、みたいなところもちょっと伺えればと思っていて、結構やっぱりもうイーサリアム一択みたいなところも少なからずあると思うんですが、やっぱりそこの意思決定した背景だったりビジョンみたいなのを簡単にリードで伺えればなと思うんですが、いかがでしょう。やっぱり NFT の値段の高額帯、うん、低額帯によって市場が分かれるんじゃないかっていうのもありますし、はいはい、やっぱりイーサリアム自体は、まあ、NFT もやるけど、うん、DeFi だったりとか、うんまあ、そこら辺もベットしてきますよみたいな、うん、いろいろやりますよみたいな、イーサリアムはプラットフォームなんでっていうニュアンスだと思うんですけどね。はいはいはい、トナナの場合は結構メタバース推しなんですよ。うん、おなるほど。NFT 推しなんです。なるほど。主要な用途ですぐらいの打ち出し方をしてるので。で結構ウェブサイトも結構ゲーム系のプロジェクトを推してますよね。スタートラスでしたっけとかなんかいろいろありますね。はい、そうです、そうです。あれもメタバースですね。はい。で、私もメタバース、まあ、仮想世界みたいなものは、まあ、明らかに来る未来だというふうに思ってます。それは DAO をやってらっしゃる皆さんも同じだと思うんですけどね。やっぱり国境壊すじゃないですか。そうですね、こういう技術って。はい、もう先ほどまさに大陸とおっしゃってましたよね。イーサリアム、ソラナのこと。うん、同じなの、その通りなんですよ、うんうん。実際の大陸じゃなくて、それが大陸なんですよ。うんうんうん、そこには国境がないわけじゃないですか。うんうんで給料とかもトークンで支払われているようなチームたくさんありますし、世界には。そういう世界線になっていくと思うんですよ。うん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 。間違いないですね。で、どの NFT を持ってるかによって、はい、あその人が評価されるんですけど、うん、あその人はこんな人なのねって分かるみたいな世界線になっていくと思うんですよね。NFT がメンバーズカードみたいに位置づけられていくと私は思っていますので。うんうんでそういう世界線に入りたいなっていう。なるほど。あ、もうその世界線に一番ハマる技術、インフラ、まあ、それこそ大陸が、まあ、どちらかというと、ソラナの方が最適化されてるだろうという、そうですね。イーサリアムをやる、私はやろうと思ってるので、ソラナ一本足で行くのはちょっとリスクが高いかなと。はいはいはい。正直、現状は。あ、でも、一番でも。2本足で行こうかなと。なるほど。3本足じゃないですね。2本足。まあ、どうしてもこの2つ押さえておけば、まあまあまあ、間違いないよねみたいなところは確かにありますもんね。あでもなんで一本足じゃないかというと、はい、イーサリアム2がどの完成度で来るかが分かんないからです。うんうん、確かに。ちなみにこの、イーサリアム2は完成度次第です。レイヤー2あたりのアプローチもあるのかなとは思ってるんですけれども、そういった、それこそポリゴンの上で作るだったりとか、あそういう、なんか GK ロールアップだったりの技術、スタークネットとかでしたっけ、なんかそういったのもあると思うんですけど、なんかレイヤー2でのインフラを使うっていったところは、あんまり、なんか考えてない感じなんですかね。なんか避けてるような感じだったりするんですか。これはちょっと意見が皆さん分かれるとかと思うんですけど、うん、私は避けてるっていうスタンスですね。なるほど。やっぱりイーサリアムありきのものだから、どうせだったらもうイーサリアムもっと低いレイヤーの方に入り込んだ方が安定するでしょ、信頼してやるでしょってところですかね。まあ、イーサリアム2がうまくいったらイーサリアム2の値段が下がるわけだから、イーサリアム2を皆さん使いますよねと。でイーサリアム2がうまくいかなかったら、はい、その上に乗っかっているレイヤー2もダメなんだから、うんうん、ソラナになりますよね。そういう考えです。簡単に言うと。なるほど、する。なるほど。簡単に言うと。でも頑張ってらっしゃる方もいらっしゃるので、ちょっと、あんまり、はい、あんまり言いたくないですけど、はい、私の考えです。あ、でもな、なんか、もうなんか反論できないですね。なんかそのロジックだと確かに。脆弱性が増えるんですよ。うんうん、レイヤー2にすると。うんうんうん。脆弱性が出るポイントが増えるじゃないですか、1個。まあ、ですよね、ですよね。レイヤーが増えるわけなんです。うん、もちろん。もう一個別のプロジェクトというかプロダクトの上でまたやるわけですから、2つの、どんだけ速度を最適化したとしてもレイヤーが増えるんで、はい、うん、1個のレイヤーにはかなわないんですよ、うん、同じ技術力であれば、うんうんうん、もうシンプルな方が綺麗ですし、
簡単ですし、ですよね。セキュリティホールも出にくくなりますし、普通に考えたら早いですよ、同じ技術であれば。そういうことです。あらあら、ありがとうございます。めちゃくちゃ納得感あります。で、あとやっぱ個人的にすごいなんかしびれたのが、なんかソラナがそういう NFT とか、そのメタバースゲームだったりに寄ってるっていうのは、確かになんか今言われてみれば、ウェブサイトとか見たら、なんかもう確かにそういった概念あるなっていうのは、そう見えてくるけど、確かに今言語化してもらって、なんかめちゃくちゃ、そうだ、その思想は確かにめっちゃあるよなっていうのは気づきましたね、確かに。押してるんですよね、こう。やっぱ上に来てるじゃないですか、NFT のリソースとか見ても。押すんですよね、なんか。もうこういったもうゲームみたいなユースケースではもう無理ですもんね、このイーサリアムとかだと。やっぱり、そういったところに、なんだろう。あ、できるんでしょうね。高くなっちゃいますかね、ガス代が。うんうん、もう無理でしょうね、確かに。そう。ただ、まあ、あそこうまいですよね。アントゥープレイの。あ、あれですよね、あの、アクシーでしたっけ。アクシーだっけ。はいはいはい。まあ、だから確かあそこも、もともとイーサでやっていて、やっぱ全然ワークしねえなってなって、自分たちの浪人っていう、やっぱり作戦を作ってっていうところだって、やっぱそこの、もうイーサだったら全然、ダメだよね、みたいなところはもう早々に気づいて、それこそ、あれですよね、クリプトキティーズも、やっぱ最初、イーサを使ったことによって、ガス代をもう、NFT のせいでガス代がもう高騰しちゃったみたいな感じでも言われてるみたいですからね。クリプティーズどこでしたっけ、フローでしたっけ今。あそこがおっしゃる通りで、フローを作ってる会社が、そうですね、してますよね。だからそれの反省を生かして、自分たちで作ってるぐらいだったりするみたいなので。もうなんで、こういう売買が頻繁に行われるものとしては、ちょっとおっしゃる通り、もう高級なもの、保持していくものみたいなところでやっぱり使われるんだなっていうのがやっぱりすごいしっくりきますね。うん、なるほど。ありがとうございます。はい。他に何かありましたっけ、なんか使ったアジェンダというか。大体こう、はい、まあ、1時間ぐらいこうお話してたんですけど、何か斉藤さんこう聞いてくれてる人、見てくれてる人に何か、まあ、最後に伝えたいこととか、何かそういうのってあったりしますか。ありがとうございます。皆さん。このぜひ NFT 化するときにはコインフラを使っていただけるとありがたいです。あと、バリデーターもっと頑張りますんで、できればステーキングしてくれると嬉しいです。これが伝えたいことです。すいません。もう概要欄に URL も貼っておきますので、ぜひチェックしてもらえると、はい、もちろんです。嬉しいです、ね。もう初めてのゲスト会ということなので、はい。いや、本当に初めてのゲスト会、すごい良かったねって言われるように。さらに頑張っていきたいと思います。いやもう僕自身ももう学びしかない、はい、お話でしたので、聞いてる人も勉強になったかなと、客観的にもすごい感じます。うん、私も非常に勉強になりました。本日は斉藤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、じゃあ、今回はこれにてこう終わりにしていきたいなと思います。本日もご拝聴ありがとうございました。今回のお話はポッドキャストの他に YouTube でもご覧いただけますので、そちらもチェックいただけると嬉しいですと。今回はですね、YouTube でご覧いただいた方がいいと思うので、ぜひ YouTube の方をご覧ください。またちょっとこの Web3FM についてですね、感想などもいただけると嬉しいので、Twitter とかYouTube のコメントとかもいただけると嬉しいです。はい。では本日は以上となります。またお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんありがとうございます。